ボルダー軍はアメリカ合衆国コロラド州の北部に位置する軍である。2016年国勢調査での人口は322,226人であり、2010年の294,567人から9.4%増加した。コロラド州で7番目に人口が多い軍である。軍庁所在地はボルダー市であり、同軍で人口最大の町でもある。 ボルダー軍の全体は、ボルダー大都市圏を構成している。都市圏人口では、全米第161位の規模である。ボルダー大都市圏とデンバーオーロラ大都市圏を及び、グリーリー大都市圏の3つで、デンバーオーロラボルダー広域都市圏を構成している。ボルダー軍は1861年11月1日に、コロラド巡州によって創設された、最初の17軍の一つである。 軍名は、ボルダー州及びボルダークリークにちなんで名付けられており、ボルダーとは地域に多い巨歴のことである。ボルダー軍の領域は1861年創設時と基本的に変わらないままだったが、2001年にその南東隅、広さ27.5平方マイルが、ブルームフィールド市軍に分割された。ボルダー市の西にある巨歴と、山アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は740平方マイルであり、このうち陸地は726平方マイル、水域は14平方マイルで、水域率は1.9%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ボルダー軍は3つの地区に分かれており、軍全体で行われる選挙で、それぞれの地区から各1人の軍政委員が選出される。人の員が 軍政委員会を構成し、その全体で軍を代表している。各委員は、それぞれの地区に住んでいることが必要であり、1期4年の任期を2期まで務めることができる。軍政委員は上勤の公務員であり、軍政府全体の予算の承認などの任務を行う。また、軍の重部局を監督し、日々の運営も見ている。これは、他の軍では管理部門の長である。 軍マネージャーが行っている業務である。軍政委員の他に第20司法地区を代表する地区検事など7人の役員が選挙で選ばれている。一般管轄権のある第1審を行うコロラド州第20司法地区はボルダー軍全体を管轄している。2009年時点で8人の犯人がいる。制限付き管轄権のあるボルダー軍裁判所は5人の犯事と6人の マジストレートで構成されている。軍内には二つの組み合わされた裁判所がある。ボルダー軍の地形図、明るい緑はルーズベルト国立の森、深い緑はロッキーマウンテン国立公園、黒線は道路、天和町、青は水域を表す。岩の上の礼拝堂、後継はロッキー山脈ロッキーマウンテン国立公園は、ボルダー軍、ラリマー軍及び、 グランド軍にまたがっている。公園内の最高峰ロングスピークがボルダー軍内にある。ありがとうございます。